はい、皆さんこんばんは、ワドツです。2018年6月の2日17時56分です。よろしくお願いします。今設定されたかな。ありがとうチップス、ありがとう。なんか今日限定アイテムもらえないなと思ってたら全く気づいてなかったわ。大事よ。ありがとうアイテム、ありがとう。はい、ワード2。おかしいなと思ってたんだよね。風船ガムありがとう。みんなガムありがとう。サンキュー。まあ楽器はね、楽しむに限るよな。楽しんだもん勝ちだよね。1万ポイントじゃない、1000ポイント。一次審査は合格基準は。風船ガムありがとう。守護神さんもありがとう。谷さん、あれ谷さんって石野の谷さん、サムネ変わった？石野の谷さんかな。石野の谷さんっていう言い方おかしいけど、1000ポイント、1000ポイント。一次審査は別の人かな、うん、あ、違う赤なんだこれ。でもね、俺のことフォローしてないからサブ赤か。え、どうなったの石野と。結局なんか出ていく出ていかないとか、中西マンが介入した、でも一緒にいるみたいなところで俺の情報止まってんだけど、うまくいかなかった、やっぱり。石野と。おい、金魚鉢さんいらっしゃい。まあね、働いてない男を養うのはね、嫌だよね、女の人はね。それは普通だよな。おい、捨て赤さんは脱税。石野追い出した時にこのサムネ作ったんだ。ほうほうほう。はい、脱税。にゃこいらっしゃい。そっかそっか。で、結局どうなったの？いい感じなの？そっかそっか、バイト始めてるんだ。あ、そうだそうだ、働き始めたって聞いたわ。まあ大変だよな。やっこいらっしゃい。やだよね、解消ない男は。やだよね、一緒にいてね。まあでも偉いよね、石野働いてるから偉いじゃん。風船ガムいらっしゃい。風船ガムいらっしゃいじゃない、風船ガムありがとう。養うのはいいの？何が？セックスがダメになってきたの？マンネリ？どうした？考え方と行動がクソ。それはみんな知ってるもん。俺らはみんな知ってたよ。逆に谷さん気づいてなかったの、うん、快楽だけだよ。ダサい。ああ、まあまあまあ、みんな知ってるよ。考え方と行動がクソなのは知ってるよ。その石野がみんな大好きなんだから。まあだからプライド持って配信やってれば普通にあいつ伸びるんだけどね。配信が好きじゃねえからな、もったいねえよな、才能あんのに。俺よりもよっぽど面白い生き方してると思うよ。ただ配信が嫌いなんだよあいつ。もったいねえよな。なんかそのクズさ加減が武器なのに、この世界ではクズさ加減を出さないからね。メアリーラブありがとう。ふわチョコありがとう。そう、快楽も求めてないんだよ。そう、あの、そう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 、もうね、完全にね、あの末期のうつ病なんだよね、俺はどう見ても。一回病院行けって何回か言ったんだけど行かないんだよね。もう完全に病気だから、ただのそれって、石野くんって。だからもう治そうって言ったんだけど、まあね、今石野ね、パートナーいるから
まあまあ、末永く、人生楽しんでいこうよ。マチルダいらっしゃい。マチルダいらっしゃい。よいしょ。マチルダどうなってんだよな、お気に入りさんよ。大丈夫なの、あれ。はいはい、ただいま、名越さん。どうなの？お気に入りさん見てる？なんかマチルダは見てそうだなと思って。あ、どうなの？対戦相手。やる気あんの？トレーニングし始めました。今さら？ ちょっと待って、マチルダ。今さら始まってるの？残り20日なんだけど。マジで言ってんの、それ。そういうレベルなの、向こう側は。え、っていうかさ、減量もしてるの？体重制限あるから、俺確認したんだよ、便所さんにさっき。そしたら、当日計量って言ってるけど、体重80キロ以上だったらどうすんの、あいつ。俺はもう仕上がってるけど。ツイッターでは練習してくるって書いてある。おお、大丈夫かよ。マジで大丈夫か、本当に。どうなってるんだ。直樹兄さんのツイッターってどこで見れんの？なんて検索したら出てくる？兄さんは？兄。直樹兄さん出てくんの？出てこないけど。ひらがなで直樹。カタカナ。大丈夫かよ、本当に。あ、出てきた。直樹兄さん。エビチャーシューつけ麺アザス。バスケットボールやってるけど大丈夫？ 6時間前にボクシングの練習試合でバスケットボールをやってるな。バスケナウって書いてるな。やる気ねえだろ。なあ。で、練習いつしてるって書いてあんの。
仕事終わった、花金だから飲みに行くぞ、酒飲んでる、ラーメン食ってる。えっていうかさ、原料大丈夫なの本当に。アホでしょこいつ、ラーメンばっかり食ってるけど報告するネタがないんだ。絶対80キロ以上あるでしょこれ。大丈夫か。いや、カレーそばか。いや、カレーそば結構がっつり飯食ってるけど、え、どういうこと、やる気あんのかな。え、これさ、軽量でさ、もしさ80キロ以上だったら俺どうすればいいの。え、なんかないの。そんな適当だったら最初から契約の時に無差別級で書いときゃいいじゃん。大丈夫なの、誰か体重とか気にしてる感じがないけど、数軍曹とかめちゃめちゃ気にしてるけど、大丈夫なの。なんだこれ、いい加減にしてほしいわ。神のお告げです、こういうタイプはこそこそ練習してバッチリ仕上げてくるでしょう。え、みんなはどっち勝つと思ってんの。前評判、俺ぶっちゃけた話、俺だと思ってる今回、ネタ抜きに前回は虚勢張って俺が勝つって言ってたけど、今回ネタ抜きに俺が圧勝すると思ってんだけど、みんなの予想どうなの。これ今回普通に勝つだろ俺、どう思う。普通に勝つと思ってんだけど、要はタヌキやってるってことでしょ向こうが。てかさ、練習、公開練習とかやらなかったら全員負ける絵なのにさ、何をやってんだろうねみんな。
まあ、タムタムさんは俺が勝つと思ってる。みんなの予想票は。まあ、俺か。今回はさすがに俺だろう。でもさ、面白かったんだよね。ユイガさんがさ、前に誰と誰の試合で誰が勝つってやつ全部当たってたんだよね。あれすごかった、ユイガさん。やっぱ俺か。ユイガさん結構見る目ある。さぞ。まあでもやり方が卑怯だよ。卑怯だと思わない？その勝つためにさ、情報を公開しないってさ、何がしたいのって思わない？その、どうなんだろう、配信者としてどうなのっていうのは俺の中であるんだよな。どう思う？なんか盛り上がんねえな、本当に。本当にもう、本当に盛り上がんねえよな。何なんだろう、ステゴロ2のこの感じ。本当に盛り上がんねえ。っていうかさ、体重オーバーしたらさ、リザーバーとやるでよくない？どう思う？だって仕上げてきてないんだもん。それってさ、選手的にダメでしょ。体重制限落ちたら俺ペニーさんとやりたいんだけど。それでよくない？どう思う？体重さ、例えば仕上げてませんってさ、鉄の鉛腕に仕込みましたっていうことと一緒なんだよ。そう。だから、その契約違反をしてくるようなやつと俺戦いたくないんだけど。だったらリザーバー、そういう時のためのリザーバーなわけじゃん。だから体重仕上げてこなかったらペニーさんでよくない？免除さんはどう考えてんだろう。もうやだよ俺。気づいてないじゃなくて、契約書にサインしてる時点で書いてある。体重70キロから80キロに制限してくださいって。だからその、もうそれって契約の問題なんだよ。契約書に書いてあんの、今回の捨て頃のやつ。だから気づいてませんとかで、だからカズ軍曹とみやびくんの試合もカズ軍曹必死になってやってるんだよ。減量7キロ落ちないっつって、で、あと20日で7キロ落とさないといけないわけじゃん。で、みんなそうやってさ、俺も太りたくないのに体重上げてるわけじゃん。食ったり走ったりして。で、みんなそうやって努力してる中でさ、公開練習もしません、配信も盛り上げません、体重も仕上げてきませんって、もう出る資格ないと思ってんの俺。だったら他の人、やる気のある人でやった方が会場は盛り上がるでしょ。これ別に何ら間違ったこと言ってるとは思ってないんだよな。ごく、至極一般的な、もう社会人としてはマナーの話だと思ってんだよね。ハンバーグ対決は熱くなってたんだ。
もやもやするな。どうなの？マチルダが見てる限りだと、捨て頃の話題とか出してるの？リスナーの温度ってどうなの？向こう側の。全く知らないからさ、向こうの配信状況とか。逆にこんだけ盛り上がらないのも逆にすごいと思うけどな。どうやったらこんな感じになるんだよ。各枠によります。ただ枠外に向けての煽り合いはない。いや、まあコメントあることはあるんだ、別に。そう、捨て頃について。あることはあるんだね。なるほど。全く未知数だよな。いや、全くだからないじゃん。配信者で合ってるよね。配信者格闘技祭で合ってるよね。配信者なの？相手は。大丈夫？配信者だよね、俺の対戦相手。大丈夫。ツイキャスで閲覧50とか死んだ方がいいよ、マジで。どんだけ面白くねえんだよ。なあ、もうこんな感じになるわな。明日ね、ドレさんの枠でまた練習会ね。ヒカルくんと俺とドレさんとアッカさんのジムでやるよ。日高さんっていう、ボクシングの太平洋チャンプ来るよ。教わってくるわ。
配信で兄さんと話し合った、俺接触したことも絡んだことも会ったことも一回もないレベル。一回もない。連絡先も知らない。ないよ。だから、接触なしだね、今のところ。現状。相手もありがとう。一回話した方がいいんだったら俺言うよ。伝えといてよ、マチルダ、直樹兄さんのリスナーだったら。俺本人に直接言うよ、LINE で。一回話した方がいいかもしんないよね。いざこざが起こるも何もね、まあ別に普通に体重、いやもう落としてるよって言うんだったらいいんだけど、仕上がってなかったらどうすんのっていうのは、まあ普通に、なんだろう。っていうかまあリスナーも興味ないから、普通だったらそういうのあるはずなんだよ、お互いに。体重落とせよとかさ、練習しろよとかさ、普通はコメントにあるわけじゃん。だから、ファンがいないんでしょ。ファンがいないからアンチもいないんでしょ。多分、向こうは。ただの過疎主なんだって。だから興味がないんだよ。まず、直樹兄さんに誰も。それがもう深刻な問題なんだよ。直樹兄さんに興味があるリスナーが一人もいないの。だからみんな知らないし、どうでもいいってなってんのよ。だから本人それを気づいてないんでしょ。だから配信者なのっていう。で、だからリスナーが誰も知らないっていうのがまさにそこなのよ。今何キロかも知らないっていう。でも間に合わないよ。あと20日後だよ。いや、本当にどうでもいいになってるわけじゃん。いや、困るんだよね、俺は。そうなると。それってイベントやる意味がないから。だったらやる気のあるリザーバーのやった方がいいってなっちゃってるわけじゃん。エペニーさんとワドを見たいってなってるわけじゃん。見たいもんをやるべきでしょ。もう降りてほしいよね。じゃあリザーバーペニーでいきますって。ペニーさんリザーバーでしょ？全然ペニーさんの方が閲覧力もね、沸かせる力もあると思うよ。でオーバーしたらどうなるのかも分かってないから。だって体重落とさないといけないって聞いてたよ、俺。いや、落ちてるんだったら別に問題ないんだけど。だからそのペナルティについての契約っていうのは、ほら、考えてな、想定すらしてなかったから、誰も。わかんないよね。
な便所さんからその発言については何なんだろう。前日計量、当日計量が普通で、当日計量は普通ありえないっていうか、そのなんだろう、世界戦とかでも前日計量かな、でアマチュアだと当日計量なんだけど、要は当日計量ってリハーサルに入るじゃん。でオーバーしたら減点なのよ、その時点で。でさらに言ったら走り込まないといけないの、サウナに行ったりとか、残り何時間の間に、残り何時間の間に2キロ落とすとかなのよ。そうだから、まあアマチュアの試合当日計量でオーバーしたら出れないはずだよ。かもしくはドレさんが言ってたのはグローブハンデ、要は向こうが16オンスでこっちが8オンスとかに変わるんだって。要はもう体重重たいから全然パンチ力は変わっちゃうから、こっちのパンチ力を上げるためにグローブを変えないといけないとか、そういう対策とかもあるらしいの。だけどその普通の格闘技やったことない人からすると体重ってよく分かんないかもしれないけど、ボクシングってその軽量軽量軽量って言うでしょ、格闘技の世界って。要は体重が違う相手とはやっちゃいけないぐらいのそのパンチ力の差が出るのよ。もう体重が全てなのよ。だから簡単、いつも分からない人に説明してるのが、5キロのダンベル2つ持って10キロ重くします、これで殴ったら壁ぶっ壊せるでしょって言ったら、ああ分かったっていうのよ。パンチ力って体重なのね。だからダンベル腕に持って殴るのと一緒なのよ。わかりやすいでしょ。だから階級がその17階級とかあるわけじゃん、そのフェアにやるために。でその俺普段の体重が68キロとかなのよ。で直樹兄さんは80キロ超えなの。だから十何キロ、身長とかも考えても喧嘩したら絶対負けるレベルなのよ。あの体格的には絶対噛み合っちゃいけないのね。だから俺は増量して直樹兄さんが下げて、まあ素人の試合だから70キロ80キロで合わせましょうと。で俺は今75まで仕上げたわけよ、上げて。で向こうは落としてなかったらそれって腹立つじゃん。でカズ軍曹も落とさないといけないんだけど、必死になって減量をやってるのよ。でそれをやってないっていうのは、はっきり言ってリングに上がる資格ないと思うよ俺。トムさんは立つと思うけど、みんなもそう思わない？どうなんだろう。絶対ダメだと思うんだよな。いやぶっちゃけもう笑うレベルだよね、本当に本当に。練習も公開しません、興行でやります、で煽り合いもしません、練習もしません、体重も仕上げてきませんでした、でも僕と戦ってくださいっていうやつをもう笑うでしょ。何言ってんのっていうレベルじゃん。はいお疲れ。なんなのってなるでしょおう、ギャラリーからしたらさ、面白いものが見たいわけじゃん。そう、熱くなるような金払ってまで見たりとか、貴重な時間を割いてまで見たりするんだから、どうせならいやバッチバチにやれよっていう感じじゃん。もう盛り上げてくれよっていうのだと思うんだよ俺、正直リスナーさんが求めてることって。でこっちは盛り上げよう盛り上げようとしてるわけじゃん。だけどさ、あの全員参加者全員が盛り上げようとしない限りないわ、起こらないわけですよ。減量はマナーだよねっていうか、まあそれはリングに上がる
のの最低限のマナーだと思うけど。どうなんだろう。盛り上げ方が分かんないよ。難しすぎるよ。難易度高すぎるよ。本当に。この状態でどうやって盛り上げたらいいのか、難易度高すぎるんだけど。マラリアさんいらっしゃい。やる気ゼロなのかやる気があるのかも分かんないから、それでリスナーさんに聞いてるんだけど、リスナーさんも知らんだからな。うん。ビリーいらっしゃい。どういうテンションなのかも分かんないしね。どうなんだろうね。やる気はあんのかな。誰か見てないの。この80人の中に直樹兄さん見てる人いないの。いや、それもわかんないんだよね。もう何にもわかんないっていう状態。誰もが。ここにいる全員、ハテナマークな状態。それって試合になんのっていうね。興行になるのかもわかんないよね。リザーバートするって煽ったらただ減らる。いやいやいや、減らるじゃなくて減量しろよって話だ。減らるとかじゃなくて、いや、それはもう半年以上前から決まってることなんだから、契約したのいつよって話よ。もうサイン終わってるんだから。減らるとかじゃなくて、大丈夫なの本当に。いや、減らるとかじゃないよ。減らるってなんだよ。その選択肢ねえよ俺らに。何減らるって。減らるってなんだよ。かわいそうとかじゃねえよ。かわいそうとかそういう問題じゃないんだって。甘やかしすぎでしょ本当に。減らるとかそういう問題じゃねえんだよ。下手に米も打てないの？ブロックするタイプなの？いやいや、あのさ、リスナーが言わないと誰も気づかないぞ。当日困るの本人だぞ。で、あの、プロモーターにも迷惑かかる、お客さんにも迷惑かかる、対戦相手も迷惑かかるの、自分の都合で過ぎないか。うん。いや、だから分かんないんだよ。ペナルティーもわかんないの、マラリアさん。だから練習して別に体重も仕上がってきたよとか枠でやってたら別にこの問題起こんないわけじゃん。っていうかさ、誰か体重測らせて、もう。か、もしくは俺本人に電話で言うわ。あの、誰かコンタクト取ってくれる人がいたら。いや、マチルダしかいないんだよね。この中で言ったらマチルダ以外見てないから。どうなるんだろう。
いや、俺普通に言うよ。煽りとかじゃなくて、どうも、はじめまして、和道ですって。今回よろしくお願いします。ところで、体重今何キロですかって普通に言うよ。減らないでしょ？ところで、体重何キロですかって。いや、83キロですって。あ、じゃあ間に合いますね。減量はちゃんと行ってるんですもんね。で終わるじゃん。ただ、90キロですってなったら、いやいや、あと20日間で体重どうやって落とすんですかってなるわけじゃん。身長タッパがあるわけだから。そう、ストレートに普通にビジネスライクに聞くよ。でも、本来は便所さんにやってもらいたいんだけど、その電話でトツかけて、まあ便所さん忙しいから、旅とかあったから、それは対戦相手だから俺も仕事の一つだからやるよ。どうなんですかって。10キロ落とせるんですかって。だってさ、あと20日で10キロ、まあ仮に90キロあるかな？どう思う？ 10キロ落とすだけで多分ヘロヘロになると思うよ。トレーニングとかいうレベルじゃないでしょ。だったら辞退された方が対策打てるんじゃないですかとか、いろいろあるじゃん、代替案が。大丈夫かこれ。いや、わかんないよ。今何キロなのか知らないから。まあ体重70キロ台だったら全然問題ないから、80キロジャストでも問題ないし。いや、試合なしなんか、いや、俺どうすりゃいいの？じゃあ、1年間、何のためにジム通ったの？何のために経費かけたの？じゃあ、グローブ買ってくれた粗相とかさ、どうなの？迷惑、だから俺は怒ってるわけじゃん。そういうことなんだよ。だから、ペナルティどうするの？っていうことを言ってるわけ。そう。だから、焦ってるわけじゃん。いや、どうすんのって。そういうことよ。簡単に言うと、俺のことを支援してくれてるリスナーに迷惑かかるわけよ。それはあってはならないことだから。そういうことだよ。そう。だから、それは便所さんにも聞きたいよね。仮にオーバーしたら試合がなくなるのか、リザーバー発動するのかとか、システムねえ、300人が見る、数万人が見る興行なわけだから。だからペニーさんリザーバー発動するのかとかさ、そう、ボクシング覚えただけどころか、俺はこれに経費をかけたわけだから、リスナーさんにも負担がかかってるわけだから、出れませんっていうのは許されないわけですよ。体重そのままでやってすっきりする？ だったら何のための契約だったのってならない？いや、俺なんかモヤモヤすんだけど、それ納得いくの？グローブハンデなんだ。ああ、グローブハンデか。まあまあいいんじゃない？こっちが8オンスで向こう16オンスか。ああ、グローブハンデか。まあまあ、モヤモヤはするよね。なんか、見てる方もモヤモヤはするし。まあ、しょうがないよね、それは。まあ、でも普通そのままやるっていうのはありえないから、グローブハンデかリザーバーかっていう話になると思うよ。でもグローブハンデもちょっとなんかモヤっとするよな。そしたら俺16オンスのグローブでずっと練習してるわけだから、俺8オンスで練習したいとかなるじゃん。いや、俺が負けたらモヤモヤするでしょ、そりゃ。だけど俺はもっとモヤモヤしてて、試合になるの？っていう前提だから。
そう、勝つか負けるかの前になんかその試合ちゃんと行われるますよねっていうモヤモヤがある。いいんだけど、やることは一個でぶん殴り合いするだけだから。グローブハンデか。まあ攻撃力増すから全然いいんだけど、なんかふわーっとしてるね。ふわーっとしてるな、全体的に。ふわふわしてるこの試合。うん、予告動画がワクワクする。え、予告動画あるの？もう。え、どういうこと？どういうこと？予告動画あんの？知らないんだけど俺それ。どこで見れんの？どこで見れんの？見たいんだけど知らないな。どうやって見んの？あー、以前出たの見るか、見てみようか。無理やり見よう。ステゴロー予告 YouTube にあんのかな、あんのかな。ちょ、見てみようか。無理やり盛り上げよう。無理やり、これかな、これか、多分これだと思うんだけど、これだよね。かっこいいよね。これかっこいいよね、この動画ね。はい、ワド2すすいらっしゃい。金かかってる。これ誰作ったんだろう、ヤマトさんかな。
山本さんセンスあるよね。山本さんセンスあるよな。第3試合が宮城とカズ軍曹か。第5試合が第6試合が狩場さんか、あ、カリスマさんか。対戦カードはね、数はいいんだけどね。これだよ問題。ちょっと待って、選手さんもどこ行ったの。最近見ないけど問題だらけでしょ。そういえばこの人どこ行った、どこ行った、いないよね、このどうなってんのこれ。問題だらけでしょ。総合80キロ級でしょ。ああ、配信やってる、試合数多いね。え、便所さん出るの、え、どういうこと、第10試合が、え、どういうこと、どういうこと、第10試合便所さん、これ誰、シルエットが分かんない、誰か分かる、これ、え、これ誰って噂されてんの、何このマーク、え、誰だ、で、便所さんでしょ、本人出るの、マジで俺何にも聞かされてないんだけど。9試合まである条件が揃ったら行われる、これ公開されてないよね、これ便所さんだよね、これ指さしてるから、これ便所さんなんだよ、便所さん出るの。え、ツイキャスって書いてある、踊る便所太郎って書いてあるわ、主催者と誰かがやる、あ、ベルナールアッカさんか。殺されるわ。アッカさん、アッカさんが出るの、ここ、殺されるよ便所さん。対戦か川崎洋平か、あ、ぽい、うん、パイセンか川崎洋平だわこれ。え、どっちでも熱くないこれ。え、便所さんやるの、川崎洋平、いや洋平くんやらないでしょさすがに、洋平くん、いやゆいがさんじゃないの、え、それ熱くない、それもう発表していいタイミングじゃないの、っていうかさ、この条件をさ誰も知らないじゃん。この条件言わないとダメでしょ、9試合までこうなったらこうなるよって言わないとダメでしょ、口笛吹いてんの、ゆいがさん、え、これ熱いじゃん、いや可愛い子いるしね相変わらず、いやー、ここで来た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 、これがみんな楽しみだよね、みんな大好き酢醤油、誰からも悪口言われたい。かっこいいなぁ。スーパースターだよね、フワッチが生んだ。スーパーヒーロー来たよ、スーパーヒーロー。ここ何度見てもかっこいいわ。ここ好きだわ。ここ好きだわ、俺。アイナツさんいらっしゃい。和田さんね。ケロさん。いいよね。のりゆきさん。DJ さんねえ、リオちゃん、おチケット高いんだよな、
最終試合何なんだろう。ミックスさんステッカー書いてくれた人だよね。リードさん、金太郎さん、ミックスさん。あ、曲はただの散歩さんなんだ。で、動画がヤマトさん。ロゴデザイン、SFX 漫画、スタジオジャパン CD さん。おお。俺どこだ。俺これか。こんなにおでこ広くないでしょ。何これ。おでこちょっと広く描きすぎでしょ。こんなに広くないわ。これかっこいいんだよ。これセンスある。これかっこよくない？これ好きだわ。これかっこいいよね。これめっちゃかっこいいんだよ。これかっこよすぎるでしょ。これかっこいいよね。おでこは広いか。そうか。どうなの？あれなんで俺の体重制限乗ってないんだ。体重書いてない。ブロードキャストリアルファイト、ボクシング、あれ体重制限なかったっけ。あれ、え、俺の試合体重制限なかったっけ。え、他の書いてあったよね。え、聞く、書いてない。総合だけ書いてあんの。あれ、キックボクシング書いてない。なんだろう、第9試合。他は書いてあったよね、総合。あれ、体重どこに書いてあったっけ。あれ、あれ書いてない。あれ、体重どこだったっけ。なにわと薩摩っていいね。あ、まあこんな感じか。盛り上がんねえな力貸してよみんなどうするこれ、盛り上がんないよ全然。頼むよ、無理しよう。参ったな。ゆいがさんが触れてないっていうのはちょっと痛いよね。てか閲覧1万割るんじゃねえの今回ツイキャスどんずべりしたら嫌なんだけど俺。捨て頃のさ、やっぱ捨て頃ドリームがあるわけじゃん、閲覧爆発の。それが捨て頃最大の魅力なわけでしょ。お嬢いらっしゃい、ありがとう、アイテムありがとう、イカ娘こんにちは。寄せ集め、誰が寄せ集めだよ。スーパースターだよ。寄せ集めにしないで、スーパースターだよ。配信会の憧れだよ。スーパーヒーローだよ。やめて、なんか仕方ないから呼んだみたいな感じ、傷つくから。前回熱かったもんな。蓋開けてみたら叩かれたけど、前回メンツ良かったよな。最高だったよね。ウリタ夫妻がゲストで来るらしいから、ベンジョさんの相手はウリタさん。いや、神圧でしょめちゃめちゃ盛り上がるでしょ。ウリタさんがベンジョ君やろうよって言うわけでしょ。あれ、ウリタさんの方が先輩なのかな、年齢的に。
めちゃくちゃ盛り上がると思うよ、それ。それはありえないでしょ。それはありえないと思うよ。そっか、客席に瓜田さんいんのか。すげえな。ガラバーサスガラとかやめなさいよ。アウトサイダーのスター選手だかんね。レフェリーとかさ、リングアナとかの方が豪華だっていう、その すごい現象が起きてる。主役よりも豪華なメンツだから。匠さん、おはよう。まだつ。ガムありがとう。チケットが満席で売れてるけど来ないって言い出してる人いるよ。なんかメンツ的に面白くねえからいいやっつって。前回は空席なんか一つもなかったけど、今回ちらほら出るんじゃないの、下手したら。前回試合見てみるとさ、客席の最前列配信者ばっかりなんだよね。アチオとかアキラッパとか見えるんだよね。ナオタクさんとか。ひな壇席の最前列。ロハコさんと鮫島さんにお願いしたんだけど、鮫島さんから返信が来なくて焦ってるかな。鮫島さん大丈夫かなっていう。なんか最近放送やってないじゃん。LINE、朝ね、一応捨て頃のセコンドお願いしますってメールしたんだけど、既読ついたかな？ちょっと見てみようか。返信が返ってこないから、いや、既読ついてねえわ。既読ついてないね。鮫島さん来ないのかもしんないな、もしかしたら。ロハコさん、鮫島さんの2人にお願いしたんだけど、どうしたらいいんだろう、これ。配信引退したのかな？どうしよう。画質ね、出力上げた。結構高画質で綺麗に見えてるはずだよ。こっち側も綺麗に映ってるでしょ。 そう、サブカメ入れた。いや、ツツツサブサブ、こっちがサブ、こっちがメインね。綺麗でしょ。多分他の配信よりも綺麗に撮れてるとは思うけど。
うつ病持ち多いよな、俺も含めて。配信者そううつ病ばっかりだよね。まあ5月はね、有名だもんね、5月病って言ってね。話題のき、え、よっさんも来んの？え、よっさんも行くの？え、マジだ。知らなかった。よっさんも来るんだ。いや、それもわかんないね。彼女と別れたのかどうかも。あ、軍曹のセコンドよっさんなんだ。へえ、知らなかったな。へえ、豪華だね。へえ、あ、そうなんだ。いいね。じゃあ楽屋で一緒になんだ、よっさんと。なるほどな。話題のカード出揃ってるのに出すきっかけが、なんかね、内向的だよね、みんなね。なんだろうね、これ組み合わせの問題なのかな。俺唯一噛み合ってるなと思うのがクモン竜とテルだと思うんだけど、それでもね、そこのカードがバチバチ、静かにバチバチしてるよね、なんかそれ一番メインカードになるでしょ石川のりゆき VS 森は絶対面白いでしょ。それだけでもう300人埋まるわ。俺それだけに1万円払うもん。そんなの面白すぎるでしょ。警察呼んでーっつってリングにドーンでしょ。リングにおっさんの頭ドーンみたいな。それは面白いよね。警察呼んでーっつって、それはそんなの面白いわ。そんなメインカードあったか。なるほど。ありだな。包丁握って乱入してくんじゃん、のりゆきさんが包丁握ると落ち着くっつって、杖バーサス包丁誰かがボカンとね、火吹くとね、一気に盛り上がるんだけどね、配信的にはなかなかこう、なかなかこう火が吹かないね。だつえアンコラ、クモン全敗ではないでしょ、のりゆきさん出る気満々だけど俺やっちゃうからって言ってた一番盛り上げるのうめえじゃん見習わないとダメだよ、ほんと。
ああ、雑談談義復旧は聞いた聞いた。ねえ、復旧するらしいよね。風船ガムありがとう、匿名さん。 俺がね、見たい配信カードはね、やっぱね、テルと、テルクモンのカードと、注目カード、あと、ヒカルくん五条さんと、一番楽しみなのは、セイジさん。セイジさんがどんな感じで殺されるのかっていう。もう、ただの、殺人が行われる可能性があるの。ただただ、放送事故が起こる可能性があるから、誠司さんがどんな感じで殺されてしまうのかっていうのはすごく注目してる。 絶対死ぬんだよ。みんなも分かってると思うけど、馬乗りになってパウンドされて殺されるのか、絞め殺されるのか、なんか下手したら頚椎損傷とかそういうレベルで事故が起こると思ってて、対戦相手の人めちゃめちゃ強いんでしょ。なんつったっけ名前。いや、本当に死ぬと思ってる。放送事故が確実に起こる対戦カードだと思ってて。あれ多分ね、ドレさんの対策で呼ばれた切り札なんだよ、多分。ファンタジスタさんだ。うん。あの人絶対強いから。うん。ただの事故が起こるんだよね。ファンタジスタさんのツイッターどこなんだろう。ちょっと体見てみたいよな。ファンタジスタ。そこは注目カードかな。まあ、ヒカルくんとかに関してはさ、やっぱり仲間っていうかね、ずっと練習去年から一緒にやってるし、テルとかも。その辺でやっぱ気にはなるよね、絶対。この人だ。ファンタジスタさんもずっとロムってるけど、歌唱力しか情報がないんだ。いや、これ、つわものの首でしょ。めちゃめちゃ強いでしょ。この人ファンタジスタ。っていうか、素顔かっこいいね。肩幅とか見たらわかるけど、明らかにさ、あ、これファンタジスタさんだよ、これ。これ、相撲取りとやってるんだけど、これ。だって、相撲取りとここまで戦える人いる？すげえ強いよ。ガタイすごいじゃん。これファンタジスタさんでしょ。ニコ長でしょ。これ普通すっ飛ばされて終わりだよ。うん。これセイジさん殺されるでしょ。だってプロの相撲取りがね、ここまでやってるわけだから、ほら、粘るんだよ。うん。ああのレベルでしょ。ほら、相撲の土俵でここまでできないよ、普通。これ、だからレスリングの動きでしょ？レスリング出身なのかな？ガタイやば。すごいよね。ファンタジスタ。腕太っ！やば。腕太っ！何これ？ナイフ持っても勝てないね。でもなんか誠司さん、俺は勝つって言ってんでしょ。どんだけハート強えんだよ。 全然余裕だよって感じなんでしょ。誠司さんは負けるわけねえじゃんみたいな感じなんでしょ。どんだけメンタル強いの。
俺だってこんな体勢変わるの無茶言うなよっていうもん。絶対逃げるもん俺だったら。できるわけないじゃんっていう。うん、すげえな。ケツがでかい、うん、こりゃ勝てんでしょ。写真ないのかな、体の。体の写真あったらね、強さわかるんだけど。まあまあ今のね動画でわかるよね。あ、これは勝てんわっていう、うん、とんでもねえよ。あとなんだろうね。まあ便所さんが出るんだったら便所さんもやっぱ楽しみだよね。はい、こんばんは。ともさんいらっしゃい。こんばんは。
ロードワーク行くの嫌だな。ロードワーク行くの嫌なんだけどさ、ロードワーク配信する？ロードワーク。寂しがり屋だからさ、俺が走ってるところ見てくれる？ なんかね、辛いんだよ、ロードワーク。ロードワーク配信やろうかな。見てみたい。いや、ただ、おっさんがハー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 言ってるだけになるけど。ロードワーク配信やろうか、今日。のんちゃん、これ充電しといて。のんちゃん、寝てる？じゃあ、やろうか。いや、今日ね、ジェル塗ってるから、おでこが出てるだけだよ。広く見えるんじゃなくて。広いんだよ、もともと。広く見えるんじゃなくて、おでこ極端に広いから。いいんだよ、もう隠す気なんかねえよ。ハゲから逃れることはできない。いや、はあはあ、めちゃめちゃするよ。いや、もう本当にね、一人で走ってると、本当つらいよ。何やってんだろうってなんの。かっこいいハゲは最強だよね。毛根はもうダメ。毛根いじめないで。俺の毛根。頑張れって言わないで。頑張ってきたんだよ。今でも頑張ってるんだよ。じゃあ、後で走るか、みんなと一緒に。ただ普通に走るだけだよ。コメント拾う余裕なんかないよ。本当にただただ走ってるだけだから、やってみるか。走ってるね、映像とかなかなか見ないもんね。やってみるか、じゃあ。もうハゲない人はハゲないから羨ましいよな、本当にな。お父さんはかっこいいハゲだった。俺よりも、もう今は俺、まあ親父の30代こんな感じだったけど、親父はほら格闘家だからでかいのよ。肩幅もこんなで、腕も俺の3倍ぐらいあんの。やっぱりほら、原田さんとか見たら腕太いのわかるじゃん。ああいう風にもう体が出来上がってるからかっこいいの。身長と顔も全く一緒で、もう短髪で坊主なんだけど、ハゲてるけど、親父はもう精悍な顔つきでかっこよかったよ。目になんか笑いじわで、しわくちゃで。
ファイターだからね。だからなんかハゲが気になったことないね、親父見てたら。あ、この人の遺伝だなっていうのがすぐわかる。だから後ろから来るハゲではなくて、デコから、デコがひたすら地平線に向かっていくタイプだね。ランハゲさんと同じタイプ。俺のハゲ、ユイガさんとランハゲさんと同じタイプだね。横から、だからあれでしょ、隠す、これでしょ、バーコードってやつでしょ。どうなんだろう。いや別にハゲはハゲでかっこいい人いるよ。俺は一番かっこいいと思うのブルース・ウィリスだけど。あとダニエル・クレイグとか意外とデコ広いよね。ダニエル・クレイグかっこいいんだよな。でもハゲてても言われないもんね、あそこまでかっこよくなると。デコめっちゃ広いよ、ほら。ダニエル・クレイグ意外とハゲでしょ。だから鍛えてる人とかかっこいい人は言われないんだ。これハゲでしょ、どう考えても。だ、かっこいいよね。こんな感じのおじさまになりたいよね。かっこよくない？うん、そうそうそう、うん。これとかめちゃめちゃかっこいいもんな。すっげー鍛えてるよな。何この体、超かっこいいんだけど。かっこよすぎるわ。ダニエル・クレイグ好きだわ。かっこいいわ。こんなんね、めちゃめちゃかっこいいよね。いいな。かっこいいわ。なんでセレブって海行くんだろうね。ブルース・ウィリス今度見てみようか。かっこいいじゃん。ブルース・ウィリス行きますよ。ほらかっこいい。全然ハゲ気にならない。全然気にならないよ。お疲れっす。アイテムありがとう。ユンゲレさんとマメさんありがとう。007もダイハードも務まりますよ、これは。こんなんね、携帯で話してるだけで絵になるからね。かっこいいよね、ブルース・ウィリスね。なんだろうね。ほら、ハゲてる。これ絵になるじゃん。ハゲよりいいところを作ればいいの。むしろハゲてる方がいいよね。いいこと言った。そう。むしろハゲてる方が、あ、親父こんな顔だわ。ちょっとこの表情似てる。すげえ親父に似てる、これ。渋いよね。ヒースレジャーもかっこいい、そう。いいこと言うね、みんな。なんで笑うの？おい、後ろから笑ってんじゃねえよ。
のりこ、なんだよ、何が言いてんだよ、何笑ってんだよ。まあかっこいいよ。あ、でもまあこれはハゲ、あ、ハゲてる。 あ、来てるね。いいね、いい笑顔だよ。死んじゃったかんな。俺ジョーカー、ヒースレジャーのジョーカー最高だったけどね。めちゃめちゃかっこよかったよ。名俳優ですよ。こんなん、ジョーカー、こんな感じに仕上げてきたかな。すげえかっこいい。ヒースレジャーのジョーカー。いや、バットマン、ダークナイトね、もうヒースレジャーが、もう、やばかったよ。見た？アンコロ。ダークナイトっていう映画なんだけど、この後死んじゃうの。で、なんで死んじゃうかっていうと、役が抜けなかったからの。そう、役作りがすごいよね。役作りが半端じゃなくて、このジョーカーの役が抜けなくて死んじゃったの。今までのさ、人ってこういうジョーカーだったじゃん。あと、こういうのもある。こういうタイプのジョーカーっていうか、これはすごいよね。本当に神がかってたもん、演技が。やっぱジョーカーっつったらヒースレジャーだよね。超良かったよな。すごいよね。かっこいいよね。演技しびれたもんね。こんな感じのハゲになるから、俺は。よろしく。楽しみにしてて、ハゲ好きの皆さん。ハゲ好きの皆さんも本当にかっこいいハゲになるから。日本を代表する。剣渡辺みたいになるから。死んじゃったんだよ、この後。だからもうアカデミー賞最有力だって言われてたんだよね、確か。もう間違いないでしょうっていう、助演。奇跡だよ。命がけでやるからな、向こうの人は。大好きだよ。病気じゃない。要は役作りで、まずこの人が何やったかっていうと、ジョーカーって綺麗なメイクでのジョーカーが定番だったの、それまでは。バットマンのジョーカー、もう有名な敵役なんだけど、だけどジョーカーの役作り台本渡された時に、ヒース・レジャー何やったかっていうと、モーテルって言って安いホテル、満喫みたいなのあんじゃん、モーテルっていう安ホテル、安宿に3週間鍵かけて自分で引きこもったの。で、もう寝ないでずっと考えて役作りしていった時に、ジョーカーは悪役なわけじゃん。で、その狂ってるわけじゃん。悪魔の化身なわけじゃん。だからもう自分でメイクするんだっていうことに気づいて、あんな、そのメイクさんが担当でいるはずがないと、悪役に。それでも自分でこうやって白塗りして、で、多分こうやって切ってるのは自分で口切ってるんだって、どんどん役作りをしていって、で、ペチャペチャ喋るのよ。ここバッサリ切ってる演技をして、で、ここ縫ってくれってやって、でも完全に入り込んでんの、役に。で、その役が終わったんだけど、抜けないのよ、俳優さんって。で、結局精神病で発狂してオーバードーズで死んじゃった。まあだからほぼ自殺だよね、こんなの。だから窪塚とかも入り込み型だったじゃん。だからキングの後抜けなかったじゃん。キングの役以降はそういうキャラじゃなかったけど、ひょい型の芸人っているんだよ。そう、おろす、もういたこだよね、昔で言うところの。だからハリウッドとかだとちゃんとカウンセラーとかにつくんだよ。霊能力者とかのとか精神カウンセラーについて、その数ヶ月間抜く期間を作るの、役を。窪塚は天才でしょう。窪塚はおかしかったよね。まあ今もなんかいい感じに年取ってきたから、また脂乗ってきて、また俳優ね、いい感じになると思うよ。今めちゃめちゃかっこいいもん。
ねえ、かっこいいよね。ただ俺、マンジラインはどうかと思ってるんだけど。あれは、周りのファンのみんなはどう思ってんの？マンジラインは。マンジラインだけよくわかんないんだよな、俺。どうなんだろうね。レゲエラッパーとかとして活動してるんだよ。マンジラインって言うんだけど、そう。全然響かないんだよね、マンジラインは。俳優でいいじゃんって思うんだけど。セブンさんが好きなんだ、マンジライン。でもまあ、9階から飛び降りてよく生きてるよな。化け物だよな。ボツか今どんな感じなんだろイケメンだよな。細いけど体がっしりしてるんだよね。してるわ。かっこいいね。イケメンだな。かっこいいね。なんだろうね。いい男だよね。いい男だわ。整ってるよね。かっこいいな。何やってもかっこいいな。これ好きだな。もう何やってもかっこいいな。びっくりするな。何やってもかっこいいな、本当にな。あとさ、若い時の永瀬と、あれもかっこいいんだよね。永瀬と、なんだっけ。永瀬と松岡の若い頃、こんなのある？ こんなのある？めちゃめちゃかっこよくない？ ホットパンツってなんだろう？こんなんさ、街中歩いてたらやばくない？何これ、松岡と永瀬のコンビ。すごいかっこいいよね。ねえ、勝負にならんとかじゃなくて、同じ人間かよって思わない？ここに俺いないもんね、絶対ね。真ん中に。ホットパンツ履いてたっけ？わかんないな。身長も高いからね。イケメンだよ。パーフェクトボーイだよ。しかもなんか、永瀬ってめちゃめちゃ天然で、すごい伝説いっぱいあるの知ってる？永瀬の伝説。めちゃめちゃ天然っつうか、もう底抜けのバカで、しかも超いいやつで有名なの。なんだっけ？永瀬伝説。この前の、なんか、なんだっけ？ほら、TOKIO のメン、何メンバーだっけ？あいつの記者会見でもやらかしてたじゃん。いや、すごいよ。永瀬の伝説、結構多いよ。実は TOKIO のあの会見の時もやらかしてるんだよ。どんなお気持ちで過ごしてましたか？みたいなインタビューに対して、このスケジュールで沖縄に、なんか台湾に行っておりまして、みたいな、なんか普通に自分のスケジュール答えちゃったんだよね。そういうことを聞いてるんじゃないっていう。なんだっけな、ちょっと見てみようか。すっごい超絶天然なんだよ。
面白いよ。で、好感度めちゃめちゃ高いんだよね。これとかね、はい勇敢と書かれたカンペをはいタモリと読んだとか永瀬は鶴瓶から一世紀は何年かという問いに9年と答えたとか、1メートルは何センチかっていう問いに60センチと回答とか天然っていうかバカだよね。太陽は西から昇る、え、バカボンは嘘なのとか歌番の出演時、現在の東京都知事の名前はという質問、という質問に対し、都知事って土地いっぱい持ってる人ですか飛行機内でビーフオアチキンと聞かれてバードと答えるとか、いや面白いんだよ結構。初詣に行った際、明けましておめでとうございますと挨拶した神主に対してありがとうございますと返したってあけましておめでとうございますにありがとうございます結構全然これ堂本光一トトロ、TOKIO の永瀬と隣同士の部屋に住んでいたことがあると。で、夜中にガーッと来たと、永瀬が隣で、光一これ見ろ最高だから見ろって言ったのが、再生したらトトロだったってハいいやつでしょこれ見ろ最高だから見ろってトトロだったっていや結構飛んでるよ。いや面白いな。BL ですかっていう質問に対してベーコンレタスつって、なんかいっぱいあるんだよ。で、前回のあのやつも乗ってなかったね。いや、好感度上がるよ、すごい。あ、だから あのアユが付き合ってた曲の歌詞もそれが書かれてるっていう、なんか彼は隣でわけのわからないことを言っているみたいな歌詞があるの浜崎あゆみの彼は隣でなんかわけのわからないことをつぶやいているみたいな歌詞があるんだよ。それは明らかに永瀬のことなんだよね。いや面白いよね。いや生、いやこんだけイケメンでいいやつで面白いとかね、ずるいよね。腹八分目っていう意味はお腹いっぱいだという意味だと思ってる。牛のことを英語でビーフ、子牛のことをビーフベイビーっていう、鶏肉は英語でバード、カラオケでエアロスミスを歌うと英語が多くて大変いやーすごいよね。あゆが永瀬と別れて付き合った男性は痛い人が多かった。なんか広末涼子のなんか男性遍歴もそんな感じだよね。なんか系統が一緒っていうか、トカゲ顔の人が多かったり、なんか広末こういう男好きだよなみたいな、なんかやっぱ女性でスーパースターとそうなるんじゃないの。いやキャンドル純系のばっかりなの。いやトカゲっぽい男っていうかさ、ひょろーっとしたなんか窪塚みたいな顔してるタイプよ。広末涼子の彼そんなんばっかりだよ。でも出るよね、お前こういう女好きだよなみたいな。
男、まあ男もそうだけど、系統にいるでしょう。Wi-Fi もあれだわ。Wi-Fi の電源ちょっと確認するわ。のんちゃんはずっとお留守番だね。のんちゃん家から出ない。人間が敵だから。何キロ走ろうかな。今日のコースどうしよう。昨日走ったコースよりも何キロぐらい走ろうかな。どうしようかな。自宅から昨日ねこの辺まで走ったのかな。モスバーガーどこまで行ったっけな。中野坂上だから東中野初台落合まで走ればいいのかな。中井まで走ればいいか。この距離調べてみようか。
中井駅ルート出発地点は自宅、結構あるな。これで7、これで何キロだ、遠いか中井だと。片道何キロとか書いてねえな。 2.8 キロだから中井駅まで走ろうか、ちょうどいいか。自宅から中井駅まで 2.8 キロ。落合だとどれくらいなんだろう。落合だと落合だとどうだ、これだと 2.3 キロか、微妙だな。徒歩30分、 2.5 キロ中途半端だな。どのルート走ろうか。新中野までだとどれくらいなんだろう。ちょっと待ってね、これだと 2.1 キロ、高円寺まで走るとどれくらいだ。 2.5 キロがちょうどいいんだよね。うーん、どうしようかな。知らないルート走るのも面白いし、代々木公園もありか。代々木公園、明治神宮まで3キロか。これだとどうなる。これだと短いんだ。難しいよねルートって。どこ走ろうかな。どっか見たいところある？寄りたいところある？風景的にみんなが見たいところ。どこ行こう。外周ルートだとどうなるんだろう。これだと短いな。 2.7、 これを中野坂上経由で走ると、中野坂上で走るとこれだとどうなんだ。これだと 3.4 か。ランニングコースどうしよう。難しいねルートが。どうしようかな。こうすると 3.6、 あ、これでも 3.6 なんだ。
これはこれで 4.2 か。直線でもいいんだけど、直線だと往復だね。中井まで行くのが一番いい。中井駅っていうところ。いや今計算して距離を測ってんの、何キロぐらい走ろうかなっていう。そう、まあ、中井が一番なんか良さそうな気はするね。このルートだと中井まで 2.7 キロなのよ。だから往復5キロぐらいになるんだよね。今日は中井駅までにしようか。中井駅ストレートバーッと走って、中井駅まで走って 2.7 キロで休憩して帰ってくる。これでいっか。もうストレートバーッと走る感じで、ここで帰ってくる。こうしよう。スマホが持つのかな、充電。川流れてるな。これ何川なんだろう。この川の名前が出てこないな。川まで行くか。川見て終わりにするか。川。じゃあこうします。今日は、ゴールは中井駅の先にある川、ここがゴールで、ここ休憩して西武新宿線の中井駅の方だね。で休憩してインターバル取って帰ると。で合計5キロ、うん、はい、解放お疲れ、こんばんは。どうダイエット調子いい？いい感じかい？これで行きます。今日のコースは深井ペコペコランド、こんばんは。停滞期、体重落ちない。下落ち合いの奥だね。ガムありがとう、アイテムありがとう。アイテムありがとう。カメラアングルね、2カメにしたよ。
正面からとこの2つで今やってる。まあ今までメインにしてたやつをサブカメラにしてこういう感じでやってるね、うん、2つカメラ起動して歩くんじゃない。ロードワーク、ロードワーク歩くん、走るの。なんかロードワーク辛いんだよねっていう、一人で孤独で40分間走るの結構辛いのよ。そしたらみんなが見てくれるっていうから、見守って応援してくれるっていうから、じゃあみんなと一緒に走ろうっつって、くっそつまんないよ、手ぶれしまくるよ。で俺がハー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 ずっと言ってるだけの枠だよ。これ何が面白いんだこの枠っていう。40分間ハゲたおっさんが都内を走る枠。でも走んないと強くなんないからひたすら走り込むしかないんだよね、残された時間で。40分って結構長いよ。ビリーさんアイテムありがとう。なんかね、こう運動をすることを慣れてないから、なんか辛いとか苦しいとかばっかり考えちゃうの。だから走る人ってひょうひょうと走るじゃん。習慣で走ってるって祖祖に聞いたら、あ、俺は習慣で走ってるから何も考えてないよって言ってて、終わった後はね気持ちいいんだけどね。あとは走り込みしかできないからね、技術上げるっていうの難しいから、もうスタミナつけるしかない。今携帯電話充電してるから、充電終わったら走り行こう。そうそう、捨て頃対策よ、もう完全な。はい、ファボキツさんがまあありがとう。捨て頃だったら、捨て頃なかったら走んないよ。筋肉落ちるって言ってもあれだよ、あの筋力いらないよ、ボクシングには。瞬発力とスタミナさえあればなんとかなるよ。だんだん分かってきた、パンチ力のズドンっていう重さよりも、ここをねこうパンって叩く技術、インパクトでスコって抜くっていうか、ここをクッてで脳震盪を起こさせるかだから、そこだよ、そのセンスなんだよね。だからスパッとこうなんていうの、切るっていうか、なんていうイメージしたらいいんだろう、難しいんだけど説明するのが。もちろんズドンってくる芯に残るパンチっていうのはあるんだけど、でも上手い人はパッてこうここをスコッて抜くっていうか、なんかポチエムとやった時とかね、すごい勉強になったよね。やっぱあ、これで倒れるんだっていう、これで倒れるんだっていう、その結構抜いたパンチでスピードを乗ってパンって入ったら倒れたから、ポチエム戦はね実はね俺の中ですごい良かったんだよね。左の最初のダウン取った時のフックなんか、え、これで倒れるんだっていう感覚だったもんね。あれは勉強になったな。今充電中。これ力いらなかったもんね、これ。
この後か、これ。スパンって振り抜いて。そうそうそう、横浜のやつ。最後いいコンビネーションだ。ちょっと回転遅いか。やっぱスピード速いな。風船ありがとう。デコボコランド。
ジップスやってる、やってる、やってるよ。うん、やってるよ。言う、どうした、アルファ7帰って CM 出たね今。風船ガムありがとう。うん、そうね、あのオープニングの時だけ編集ちょろっと入れてんの、見どころハイライト。のんちゃん充電何パーになった？86か。もうちょいだな。なんだなんだ、
回か、もう。そろそろ準備すっか。よいしょ。8時。着替えます。うん、頑張れよ。風船ガムありがとう。じゃあ走るか、嫌だけど頑張らなくていいよ。ありがとう、気使ってくれてありがとうね。優しいじゃん。おっとっと。よいしょ、着替える。ジーパンどこ？ジーパンじゃねえや。70しか充電されてない。見ててもいいし、うん、じゃあみんな走り行くか。走り行きます。じゃあ一旦マーク閉じ